今夜の菊池成吉のいきなり電波は菊池成吉のミュージックプレゼント。番組では大切なあの人に曲を送りたいというオーダーをお待ちしております。私があなたに代わって渾身の選曲をしてその人のためにオンエアいたします。宛先は電波アットマーク tbs.co.jp。 今夜0時から。さあ、今夜のチキボー缶バッジ当選者はこちらの3名様です。ラジオネーム R さん、そしてイクオと呼ばれたくてさん、高飛びメガネさんです。おめでとうございます。ツイッターメガネさん、ありがとうございます。ありがとうございます。お酒もセカオもカラオケで歌うんだけどどうすればいいんだろう考えようか。おう、でも一番歌うのは筋肉少女隊なのでね、万人から、うむってハテナマークで聞かれるっていう、これは揺るぎないです、はい、大丈夫です。さあ、来週月曜日のメインセッションはレインボーウィークが開幕、LGBT についてです。そしてミッドナイトセッションは今こそレコードで聴きたい音楽と題して、音楽ライターの松永良平さんが登場です。そして TBS ラジオではこの後こちらの番組です。荻上チキセッション22をお聞きの皆さん、この後深夜0時からは菊池成吉のいきな夜電波。今週は選曲受け負い人菊池成吉があなたのために一肌脱ぎます。菊池成吉のミュージックプレゼント、大切なあの人に曲を送りたいというオーダーに応えまして、私が渾身の選曲でその方のためにオンエアいたします。お楽しみに。というわけで皆様、はい、セッション経由菊池由紀でお願いいたします。それでは来週月曜日の夜10時にお会いしましょう。お相手は荻上チキと南部ひろみでした。菊池成吉の粋な夜電波。はい、どうもこんばんは、菊池成吉でございます。本日はですね、スペシャルウィークということでですね、選曲受け負い人菊池成吉があなたのために一肌も二肌も三肌も脱ぎます。菊池成吉のミュージックプレゼントということでですね、もう前工場なしに早速一曲目からいきましょう。もうはい、菊池様、スタッフの皆様、はじめまして、失礼、初めてお便りを差し上げます。いつも楽しく拝聴しております。ありがとうございます。階級はヘビー級だと自負しております。素晴らしい。この番組1回目から欠かさず、今日がなんか何回目だ。204回目ですけども、204回聞いてるという方がヘビー級となります。それをさらに2巡3巡されている方がスーパーヘビー級ということになるわけですけども、今回はリクエスト特集ということで、ぜひ菊池様に音楽を選んでほしい方がいます。方といっても人間ではありません。いささか突拍子なお願いだとは思いますが、人間への選曲とは限定されていないようなので、はい、しておりません。これも一興かと思いメールを書いております。曲を捧げたい相手とは桜です。それも今年の桜、花盛りに春の雨、そして4月の雪という珍しい天候によって花を散らした桜の花とその樹木に対してです。そしてこれはその桜を眺める風流な人々に対しての選曲もあると思います。私はいきなり夜電波をポータブルのラジオとイヤホンを使い屋外で聞いております。場所は私が居住区としております八王子です。毎週いきなり夜電波が放送される時間になると、明日の予定が許す限りはポータブルラジオ、イヤホン、リカー、そして葉巻を持って家から出かけます。家から徒歩で数分の場所にお気に入りのスポットがあるのです。場所は砂利道が広がる川辺です。それも古い桜の大木がいくつも並んだ川辺です。いきなり夜電波が流れる時間帯に、この時期天気がいいと桜の花の間に輝く月を、桜の花のまにまにね、輝く月を眺めることができます。風流ですな。桜の下には、近隣の方が作った手作りのベンチと灰皿があり、葉巻の灰を灰皿にゆっくりと落としつつ、イヤホンでいきなり電波を静かに聞いております。ラジオの友には、この葉巻と持参したウイスキーやウォッカなど をやっておりますと。攻略ということですかね。そんな桜に対して、そして今年のそんな桜を眺める人々に対してのリクエストをお願いしたいですということで、はい、受けたまわります。こう想像してください。花見に行きました。一番素晴らしい桜のシチュエーションね。まあ、DJ セットがあって、で私がこう花見に DJ をしていると。もう皆さんロゼワインで、もうサンセールの一番いいロゼワインで、もうぐでんぐでんに、もういい調子になってると。まあそういったことを念頭に置きまして、私が DJ をしているというところを想像してください。ミックスプレイ久しぶりでしてみました。というわけで、こちら、お名前が、
虎山さんでした。虎山さんからのリクエストです。今年の桜に、どうぞ。はい、今週の粋な夜電波選曲が4年菊池成吉があなたのために一肌脱ぎます。菊池成吉のミュージックプレゼント、まず1曲目は桜にでした。 CM です。この後1時バナナマンのバナナムーンゴールド、ゲストは乃木坂46。はい、菊池成吉の粋な夜電波、ジャズミュージシャンの菊池成吉が、TBS ラジオキーステーションに全国にお送りしております。アイドルさんのゲストとかもいらっしゃいません。一人でスタジオでやっております。今週は菊池成吉のミュージックプレゼント。大切なあの人に曲を送りたいというオーダーに応えまして、
私、菊池成氏が渾身の選曲をして、その人のためにオンエアさせていただくという企画に相なっております。2曲目行きましょう。あ、先ほどの1曲目はですね、リミックスですので、まあ、リミックスというか、まあ、単にターンテーブル2台使いの遊びですけどね。マリア・カラスと、まあ、オペラとエレクトロですよ。エレクトロはアルカっていう人のね、曲ですけども。続きましてこちら。ラジオネーム、アサドンさん。あ、アサドンさんじゃないですか。たまにいただきますよね、メールね。音楽的センスがまるでないので、誰かに曲を送るなんてことを考えたことがありませんが、ラジオを聴いていて、ちょっと思い出したことがあるので、昔のことを書いてみることにします。うまく書けるかしら。もう27年も前の話です。アサドンさん、女性ですね。私は、女子大に通っておりまして、女子寮に入っておりました。今はそうでもありませんが、若い頃は自分が女でなく男だったらよかったのに、と深刻ではなく、なんとなく思っており、かといって性的にはいわゆるのんけで、かっこで女にも使っていい言葉なのかしら、かっこ閉じる、使っていいですよ。はい。のんけなので、学内が、女ばっかりなこと、かっこ当たり前ですね、女子大なんだから、かっこ閉じる、に若干うんざりしておりました。ある日、春先のことだったと記憶していますが、友人と女ばかり3人で飲みに行き、だいぶ酔いが回った頃、ふと気づくと私の隣に知らない女性が座っていて、私の左手を両手でしっかりと包み込むように握っていたのです。20代後半ぐらいの水商売の方かなという感じの、なんというか華やかな感じのお姉さんでしたが、いつからなぜそこにいるのか、そしてなぜ私の左手をという疑問を、我々3人とも、そして先方もかなり酔っ払っていましたし、春だしなぁと思って特に追求もせず、そのまま4人で談笑しつつ飲んでいました。かっこ、左手は握られたまま。ちなみに福岡県は小倉での出来事です。小倉に私は伺ったことは数度しかありませんが、サテライトスタジオの分厚いガラスの扉に、銃弾の跡があったことなんですね。記憶に残っておりますけども。そろそろ終電だし。帰ろうとしたとき、そのお姉さんが急に、やだ、帰っちゃうの？泊まってきなさいよ、私んちに。と、かなりストレートに真剣に迫ってきて左手を離してくれません。バブル期の女子大生とはいえ、地方のダスタダサの一見して堅物とわかる私を、これ朝ドンさんのことですね。お姉さんはかなり気に入ったようです。かっこ、まあ、酔ってますしね。かっこ閉じる。酔った我々も、これはマジな人だなと気がつき、三人で口々に、恐れ入りますが、私どもは揃ってのんけですし、終電が、という趣旨のことをまくし立て、散々苦労してようやく左手を振りほどき、というかもうひっぺがし、方法の手で飲み屋から脱出、無事に終電に乗ることができましたが、電車の中で、まあ、春だからね、と言った途端、二人の友人から、お前はガードが甘いと叱られる始末。未だに何をどうガードしろというのはというのかよくわかりません。まあ、脇を締めるわけですね、これね。まあ、拳はだいたい顎のあたり、顎から、こめかみのあたりにして脇を締めるんですよ。ただ、もしもこの出来事が27年前ではなく、今のことで、私が20代だったら、あの時ほどの抵抗感は覚えないかもしれないなぁと思います。あの、名前も知らないお姉さんももう50代でしょう。幸せに暮らしておられるといいなという願いを込めて、彼女への音楽を菊池さんに選曲していただけたらと思いメールいたしました。菊池さんのラジオや CD、特にジャズドミニスターズを聴いていると、今まで忘れていたこういうことをひょいと思い出すことがあります。ジャズドミニスターズには XXL という、L はレズビアンですけども、レズビアンラブを描いた曲がありますからね。思い出すと怖いような面白いような、もやもやした気分です。ラジオネーム、アサドンさん、ありがとうございます。まあ、ゲイの方々、まあ、同じ、いわゆるね、私はマイノリティって言葉使いたくないような、誇りを持って使いたいという感じですけど、いわゆるセクシャルマイノリティの人々の中で、まあ、オカマちゃんキャラ、ゲイの人々っていうのは、まあ、ある意味、こう、女性をリードしていく立場と言いますかね、こう、マラソンでいう伴走者っていうか、ようなところもあって、もう完全に少なくともテレビ文化の中までは、もう定着文化になりましたね。もう初期の頃の三輪先生出てきた頃は化け物扱いですからね、カルーセル・マキさんとかね。あれから育成層、まあ、いわゆる、なんていうんですか、市民権を得たというような言い方でいいんですかね。
なわけですが、まあ、レズビアンの方々はまだまだ、アンダーグラウンドだというところもあります。私、毎年毎年、レズビアンの方、レズビアンのタレントの方で、強度があって、人気が出る方が、一人出ればもう、形勢は逆転するんで、形勢逆転という言い方もどうかと思いますけど、つい一昨日ぐらいですか、正しい名前を忘れてしまいました。ごめんなさい。間違えるかもしれませんけど、渋谷区ですね、あれはね、同性パートナー区の条例かなみたいなのが出て、結婚、ウェディングドレスでね、女優さんとモデルさんが、結婚しますってんで。で、まあ、なんか素晴らしいなと思うのは、あれでこう、ウェディングドレスのお揃いで、公然とキスなんかされてるお二人が、あの条例は使わないっておっしゃったよね。あれ素晴らしいですね。法務上の、整備が整ったので行くとかじゃないんだって。もう、我々は理念的に最初からそうなのです、ということで、あの条例を使わずに、婚姻届を出しに行くけど、ダメだったら、またゼロから始めるけどって言ってましたね。非常に勇敢で、素晴らしい、にこやかに、楽しそうにお話しされてましたけれども、心打たれました。レズビアンの方がどんな、まあ、新宿的に言うとビアンって言うんですけど、ビアンの人々が何を好むのか。今回悩みました、すごく、本当に。一生懸命選曲、真剣に考えちゃってね。これにしました。非常に有名なフレンチポップです。さよならを教えて。フランスワーズ・アルディですね。カタカナですね。まあ、聞けば、ほとんどの方が、知ってる曲だと思うんですけども、コメテッド・ディ・アデューですよね。さよならの言い方を教えてくれと。まあまあ、切ない。普通の歌謡曲です。まあ、捨てられちゃうのね、男の子にね。まあ、ここ女の子だと思っていただいて、聞いていただけると、まあ、ちょっとありがたいんですけども。とにかく、まあ、歌詞の内容は、まあ、いろいろあるんだけど、いろんな、フランス語の、こう、吟醸たっぷりの、詩があるんですけど、テーマとしては、いきなり振られたんで、せめて理由を教えてよって言ってる歌なんです、これね。その理由とは何かっていうようなところに、あとは時代ですね。68年の曲なので、このメールにあるお姉さん、まあ私と同年配だってことになると思うんですけどね、が、若い頃に聞いたんじゃないかなっていうのもあって、まあいろんな総合的に、これ全然フランスワーズアルディがビアンであるとかじゃないんですけどね、ただね、顔がね、検索していただけるとわかりますけど、いわゆるフランス人の女性にたまにある、綺麗なんだけど完全男顔っていうね、あっちの系統ですよね、シャーロット・ゲンズブールとかね、の感じです。というところもあり、ルックス、時代、あと楽曲の感じですよね。こういう感じがちょっと、L の方好きなんじゃないかな、しかも年配の方は、っていうような、まあ、私の、妄想ですけどね。というわけで、アサドンさんのリクエストにお答えしまして、ずいぶん30年近く前にね、左手をガッチリ握って離さなかった、完全にそちらのお姉様ですね。今はもう、妙齢のおば様になってると思いますけど。幸せに。まあ、幸せに暮らしてらっしゃると思いますよ。セクシャルマイノリティの人の方が、マジョリティだけど何にもないっていう人に比べると、パワフルですからね。だから元気にやってられると信じますが、まあちょっと昔の曲でも聞いて懐かしく思っていただければと思います。さよならを教えてフランスワーズアルディ。はい、届きましたでしょうかね。あら懐かしいわねっていう感じで聞いていただけると本当にね嬉しいです。まあ時代ですよね。68年ですもんね。私ですら5つですよ。まあちょっと何語であろうと、バッとラジオで流れて、リスニングって難しいと思いますけど、途中でセリフが2回出てきますよね。で、その中に韻を踏んでんですけど、商品名が出てるんですよね。ジュジュネックスに対してクリネックスって、それティッシュのことなんですけど、まだね、クリネックスティッシュが、最新の、なんて言ったらいいのかな、コスメ商品みたいな感じで、それを歌詞の中に出せば、こう、ちょっとオシャレぐらいな感じで、クリネックスって言いますね。それはまあ、要するにクリネックスで、自分の涙を含んだっていう部分、セリフで言ってるんですよ。あなたにな、私の涙見られるのは嫌だと。だけど、クリネックスで目を、こう、覆っていれば、見られないかもねっていう。で、まあ、さよならするんだという、受け入れるんだというような歌詞ですよね。はい。次行きます。サクサク読みます、今日はね。ラジオネーム、カラスマスクさん。はいはいはい。懐かしいというか、なんていうかね。菊池成吉様及びいきなり夜電波スタッフ様、ミュージックプレゼント係、
私はシミラボから菊池成吉さんの存在を知り、マイルス・デイビスを知ったヘビー級リスナーです。ヘビー級が続きますね。ありがとうございます。今後もヘビー級でいてくださいね。私は造園業に従事する27歳です。毎日排気ガスを吸いながら街路樹の手入れをしております。このセリフを聞いて、そうですね。1年か2年前ですかね。ミュージックプレゼントやった時にも、同じ枕言葉で自己紹介されて、メールをくださった方だということを思い出される方も、ヘビー級だったと思いますよね。以前、教養の夕暮れをいきなりリクエストで送っていただきました。しかしその当時、交際していて、しかしその当時、交際していて、車中で一緒にラジオ、夜電波を聞いていた彼女がいるっていう話だったんです、これね。とってもいい話ですねっていう。には振られました。振られるね。だいたいね。振られてしまいました。まあ、しょうがないですよ。振られて万歳ですよね。はい。前回の菊池さんと話した、電話ですね、これはね。の募集の際は、ディレクターさんから、これ、トナミさんですね。お電話いただいたのに、そこで終わってしまいました。その時にお話しした、同級生で、県会議員の娘で、真面目だった女の子が、私が行くような安い風俗で働いていて、これ読んじゃって大丈夫なのかな？まあ別に、地域とか言ってないもんね。働いていて、急に再会、かっこ、と言っても話したことさえない、かっこ閉じる、してしまった。これは、もう一度分かりやすく説明すると、話したことさえない、県会議員の娘さんが同級生にいたと。非常に真面目だった、その女の子は。おそらく、こう、可愛らしかったんですかね。黙って見つめていた。ところが、ある日、風俗に行ったら、その子が働いていた。突然そこで再会してしまった。胸をお話ししたのですが、電話が来なかった。まあ、ごめんなさいね。前回の電話の時はね、酔っ払ったおっさんの相手で忙しかったんですよ。時間がなくなっちゃったんですけど。今回はね、もう先に言っちゃいますけど、この方と電話つながっております。彼女とはよく遊びます。音楽やらテレビやらお互いのヤンキー具合、なるほど。ヤンキーの程度ね、パラメーターが、などやらとても合います。オンエア当日はどうせ飲んで酔っ払っているんで、やっぱりもうこの番組酔っ払いとしか通じないかな、電話が。ご連絡お待ちしております。私の話はクソつまらないので、多めに酒を飲んでいます。全然クソつまらなくありませんよ。では、ラジオネームカラスマスクさんに電話が繋がっているのですかな？もしもし。どうも、はじめまして。はい、はじめまして。あ、やっぱ声がお若いですね。今27ですか？そうです、そうです。はい。前に、メールをいただいたときはおいくつでしたっけ？は、ちょうど誕生日の前で24だったんですよ。ああ、そんなになりますかね。でもあの時まだ、はい、あの時は24ね。27。はい、なるほど。はい、この、県会議員さんの娘さんは、かわいいんですか？いや、かわいいっす。てか、なんか全然、そんな、当時かわいいとはあんま思ってなかったのが、はいはいはい。急に色っぽくなってったって感じで。よくある話ですよね。ええ、はい。で、ちょっとびっくりしちゃって。うん、色っぽすぎちゃったね、ちょっとね。急に色っぽくなったっつってもね。もうそんな、まあ、風俗っつっても、1から10まであると思いますけど、どこですかとは聞きませんけども。まあまあ、はい、じゃあ、最初はお客さんとして再会して。そうっすね。その、地元の先輩がこう、交代でこうやってる店で。なるほどね。はい、地方にありますよね。はい、はい、はい。わかります。まあ、はい、普通に、そういう店ある先輩おっかないんで。はい、はい、おっかないですよね。で、造園業周りたくさんいまして。はい、はい、はい。で、まあ、景気づけに行くかと。はい、はい、はい、はい。まあ、僕も、まあ、嫌いじゃないんで。はい、まあね、まあ、嫌いな男はいないですよ。はい。で、まあ、行ったと。はい、行きまして、はい。そしたら、行って、うん。驚いたでしょ。わからなかった、最初。おお。で、その時、マックスかかってたんですよ。マックスって。いや、わかってます。わかりますよ。トラトラトラでしょ？はい、そうマックスかかってる。ユーロビートかかってね。うん。はい。はい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 。あ、ユーロビートかかってるってことね。あ、そこで気づいた。向こうが先。あ、向こうが気づいたの？はいはい、はい、はい。それで俺もすぐ気づいて。おぉって。なるほどね。まあ、名前あれだけど、はい、ね、ぬかくんみたいに言われて。
はい、わーみたいな。でもそれを、うん、その店の店員が仕組んだことだったんですよ。仕組んだ？その同級生だって分かってて、その店員さんもその卒業生というか先輩なんで、地元の。なるほど。はい。マーケットね。マーケット、ああ、マーケット取り込まれてるね。まあそりゃそうですよね。その、はい、ここに県とか書いてありますけど、まあその地方都市行けばね。もう造園業周りね、あっちは、はい、まあ、金魚屋さんだ、だとか、なんかいろいろありますよね。そういう、こう、業者ごとで、こうやって、ネットワークが繋がってて、先輩がやってて、じゃあ、あそこで、あ、お前みたいになって、通うはずだ、みたいな。その、まあ、餌にパクッと食っちゃったということですよね。食っちゃって。食っちゃって。はい、その後はどう、遊びま、彼女とはよく遊びますって書いてますけど、これはもう店外でってこと？店外ですよ。なんか、終わったと喋ってて。喋ってて、うん。その子も、うん、は、その子はですね、はい、俺は全然あれですけど、はい、菊池さんが教えられてるような大学の出の子で、はい。なんで、はいはい、びっくりしちゃって、うん、それで喋ったんですよ。はいはい、したら、うん、もうなんかまともな仕事が務まんねえみたいなこと言ってて。あー、なるほどね。はいはい、はい。それ、俺と一緒じゃないねえか。造園業は立派な仕事でしょ。だって。しかももう、だって24の時も造園業、今も造園業だから、もう、ずっと勤めてるわけですよね。まあまあ、適当すぎる仕事。あれって、まあ、ラジオで言ったら、締められる、先輩が聞いてたら締められるかもしれないけど、あれって、はい、もし、手を抜くとしたらどうやって抜くの、はい、何ですか？造園業って、はい、こっそり手を抜くときがあったとしたら、はいはいはい、どんな風に抜くんですか？まず、うん、後輩に呼ぶっていうのも一つありますし、うん、あと除草剤みたいな、その虫死ぬとかっていうのあるんですけど、虫死ぬ薬、街路樹にバーって巻くんですけど、それを、まあまあ、巻かないっていうか飛ばして鳴らしちゃう。ああ、はいはい。でもそんなに虫今いないんで、基本的に。そもそもね。結構ヒステリックに、近所の人が、はいはい、虫だーっつって通報が多いんで、こっち来ましたって言えば、うん、大体それで。それ薬、それ薬を撒いてないから湧いたんじゃないの、虫が。で、近所の人が虫がーっつってじゃないの。いや、だとしたらちょっと悪いですね。まあまあ、じゃあそんな、除草剤を、こうもうめんどくさいから巻かなかったり、自分のシフトなのに後輩呼んで休んじゃったりしながらも、はい、まあ楽しくやってるわけですよね。はい、したら、その、林病さんの戒厳令が、ああ、はいはいはい。また系統に合うんすよね、俺的に。ああ、よかったです。うん、ああ、まあ、林病だって大変なヤンキーですよ、本当に。はい、で、その彼女も、うん、好き響いて。あ、本当に。あ、嬉しいですね。はい、はい、はい。で、DCPLG とか、聞かしたんですよ。はいはいはい。うん、ダウンロードでかけて。うん、はい。で、そうやって軽トラで首都高をドライブして。ああ、いいね。なんかもう、全然羨ま、なんかのろけじゃないですか。え、それがヤンキー的ななんか、感じかなと思ったんですよね。うん、共通の。はい、その人何せ、県外議員の娘な上に、学校はまあ、はい、私がやってるようなところに行ってて。はい、で、しかも、そんな全然仕事がねえとか言って、息飛ばしたでしょ、はい、そうです。で、まあ、いろんな趣味が合うんだと。はい。はい。何？それじゃもう、付き合ってんじゃないの？それは。でも、その、最初がもう、加えられてんだよ。うん、ああ、店でね。はい。だから、ちょっと、でも、まあ、向こうが、ダメです。軟弱じゃないですかね、俺は。でも、その、カラスマスクさんの、気持ちはどうなんですか？どうなんですかね。でも正直どうなんですか？もう言っちゃいましょうよ、これ、ラジオで。聞いてますよ、だって絶対ね、彼女ね。まあ、好きとは言えない、ね。面白くねっていうの、好きとかなんとかっていうか、面白くねっていう、この世の中面白くねみたいなのに、はいはいはい、答えられる気はないんすよ。なるほど。ちょっとやっぱ、ちょっとまだ、あれね。役不足っす。うんね。俺、役不足、俺まだ役不足っす系になってるわけね。そうっすね。青いっすね。でも、そんなことないと思いますよ。それはやっぱね、彼女の光が強すぎて、ついついそう思っちゃうし、はい、俺なんかまだ役不足っすって思いながらそういう彼女と仲良くしてるっていい気持ちじゃないですか。いい気持ちっすね。いいね、気持ちでしょ。
で言いたい、いい気持ち。いい気持ちだね。その、もう、そんなやれ、その、こくった振られたになっちゃったらもう話がね、ガンと言っちゃうから。あ、そうですね。まあ、そうじゃないんだっていうね。やぼっすよ、こくるとか、そういうの。こくるのね。逆にもう、こくりなのにこくれないとか言ってガチンガチンになっちゃったって別に楽しくないしね。そうっす。だから、まあ、遊んでて楽しいわけよね。俺でまあ、遊んでて超楽しいです。まあ、この、はい、その場、その状態をフィックスするために、俺はまだまだ、世の中面白くねえけど、俺なんかには何もできねえっす、みたいな状態で、こう、固めとけば、遊び続けられるということね。はい、で、うん、このライブ連れてくって約束してるんで。ああ、はい、はいはいはい。はい、いつですか？この前、ちょっと都合悪くて DC ペアJとか撮っていけなかったんですけど、あと、ビームジョーの最初とか、はい、はいはい、うん。もう、絶対行こうって約束してるんで行きます。あ、本当に？ちょっと今は言えないですけど、日程は。ああ、はい、あの、なんだろうな。何らかの方法で教えてくれれば、あの。じゃ、作業着で行っていいですか？作業着で行っていいですか？一発わかるよね。他のお客さんに。あの、あれ持ってきていいよ、あの、虫殺すやつ。しょってっていいですか？うん、全然問題ないでしょ。うん。しょってきて。いや、問題ありますよ。いやいやいや、もん、法律的にどうか知んないけどね。俺的には問題ないんで。うん。あ、でも客席から、客席にいたら見つけますよ。はい。はい。はい。なるほど。じゃあ今日、なんていうのかな。今後もしばらくは遊んだりライブ来たりするわけね。そうです。はい。いつかチューする日も来るかもね。チューしてんすよね、初対面。だからそれ見せねえでしょ見せねえ。ダメだ、もうこれ以上できねえわ。すげえしたいんだけど。まあまあ、チューはもう見せでしてるからな。うんうん、まあ、ダメ、もう思いついた言葉が全部ラジオで言えないやつばっかりだから。曲いくね。じゃあ、まあそんな二人に、そうだな。あのね、これは恒例で曲名言ってもらうことになってるんで、はい、はい。ちょっと、英語だけど覚えてくださいね。はい。What? What? More? What more? Can I say? What more can I say? うん。What more can I say? これ以上俺に何て言えばいいんだよ。俺は何言えばいいんだよっていう意味ですけど。はい。はい、ノーテーションズっていうね。まあ、はい、簡単に言うと、アメリカのシャコタンの人たち。はい。まあ、チカーノっつって、まあ、なんつったね、ヒスパニックチカーノ。中南米と、うん、いろんな、はい、有色人種の血がぐちゃぐちゃに混じっちゃってる人たちが、はい、夜遊びに行くときに、はい、安い酒を飲んで、はい、あ、俺今、イーチコ飲んでます。イーチコは下町のナポレオンだよ。まあ、そんなわけで、そういう人たちが、まあ、もう酒を混ぜちゃうわけよ。バババババって。瓶の残り少ないやつを。もう、むちゃくちゃ飲み方して。まあ、そのまま。ああ、そうなんです。そう、危険。はい。で、まあ、そういう人たちの、まあ、ラブソングですね。はい。はい、お、タイトル覚えた？ What more one myself. 違う。まあ、もう一回、じゃあ、もう一回言うんで。はい、じゃあ、続いて言ったら、曲を始めるんでね。はい。喋れて楽しかったです。いや、はい、こちらこそです。すいません、緊張しちゃって、久しぶりに。ああ、まあ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 。嬉しいです。はい、いや、これ嬉しいです、こっちも。はい。まあなんかね、もしなんかの機会があったら一緒に遊びに行けるようになことになったらいいですね。はい、いやー、ぜひ、あ、そんなおろし、すいません。いやいやいや、もうそしたら彼女紹介して。俺、もちろんですよ。うん、俺、その時俺、彼女にえぐいことしていい？えぐいってなんですか？まあまあ、そんなしないよ、そんなこと。じゃあ、ね。ザ・ノーテーションズで。はい。はい、言ってください。ザ・ノーテーションズで。ザ・ノーテーションズ。うん。で、What more can I say?What more can I say?OK。You're hurting me, babe.
one more. Can I say can I see? People try to tell me I would listen that you were the one. Now time has passed. はい、非常にあのナイスな、少年からですね、電話がかかってきたという感じですね、素晴らしいですね。まず今スタッフから青年ですかねって言ってき青年なんだけど30近いけどね、まあ、心は少年ですよボーイズですよ、まあ、毎週こんなことやってればいいんじゃないかなって気がしてきました。 CM です。この後1時、バナナマンのバナナムーンゴールド、春の乃木坂46祭り。はい、菊池有吉のいきなりの電波です。今のはどっちですかね、日村さんですかね。まあ、イヤホンの音量上げてたらもう耳が潰れるかと思いましたけども、景気よくて羨ましいですな、本当に。まあまあね、こっちだって造園業の少年と喋ってます、青年と喋ってますからね。102人ですよ。はい。今週はミュージックプレゼントです。いやー、もう時間的にこれが最後になりますかね。まあ今回ですね、そうですね、全体に、めちゃめちゃ読んでて悲痛な、まあ、多くが、その多くが、血縁者との死別に関してですね、のメールが、チャラいのがね、もう減っちゃってね、もうさっきの青年がね、私のオアシスですよ、っていうぐらい、今週の、っていうぐらい、メールはもう本当にシリア様が多くて、まあ、確かにね、血縁者との死別は、ストレスの中でも、最大級のものですから、お気持ちは本当によくわかるんですよね。で、もう何十通もそういうのが来ちゃって、まとめて、なんていうの、一つのね、そんなまとめるのもちょっと、申し訳ないし、不謹慎だし、と思うぐらいに、でもまとめて一個の棚にこう、収められるぐらいの数来ちゃってですよね。近親者が亡くなって、まあ気持ち的には供養ですよね。供養したい、エコー、手向け、をしたいのだという方々に申し上げたいのは、それは本来、地域にあるですね、ちゃんと地域には僧侶の方、宮司の方いらっしゃいますから、私お坊さんじゃないんで、まあそれはわかってると思うんですけど、私が申し上げたいのは、相当緩いポクポクポクと念仏でもね、あれはちゃんとよくできてますから、どの宗教の音楽でも、弔意というか弔辞というかね、弔うための、弔いの音楽ですよね。で、いい加減に作ったらもうないです、本当に。ヨシンバそれがもう生臭坊主でね、夜になるとキャバクラから出てきたとかいうお坊さんとかもいますよね。いっぱいいます、いました、私が、生まれ育った故郷にも。なんですけどね。それが効力を失うことはないと私は信じてるんですよ。相当いい加減な冠婚葬祭の音楽だと思っても、それは力を持ってますので、そういう弔意を持ってという方は、もう一度ね、そういった地域社会にそういうものがあるということを大切になさって、今回は本当に申し訳ないんですけど、団長の思いで、
その方々のメールは、からのリクエストはすべて、活用させていただきましたけども、お気持ちはね、わかります。私も、身内はたくさんなくしてますんで、友人もたくさんなくしてますし、なんですけども、そういったことで、一つお許し願いたいと。あと、まあ、今回の特徴としては、小説も多かったっていう感じですよね。自分がジャズドラムをやっています。あるいは知り合いがジャズドラムをやってますっていうメールが、7、8通来たんですよね。まあ、意図は一つですよね。私に映画セッションの話をさせたいっていう感じでですね。まあ、その手には乗りませんよっていう感じなんですけども。リスナーを嘘つき呼ばわりするのかお前はっていう、まあまあね、気持ちはもう今、お気持ちというか、お声はここまで来てるんですけど、まあいいじゃないですか、別に。嘘ついたなとかって怒ってるわけじゃないですかね。なんかちょっと、どうしてもその話が聞きたいから、誘い水にちょっと増してしまえというようなことを、人間が、やるかやらないかって言ったら、やるに決まってますよね。それが正しい人間理解だと思いますよ、本当に。まあまあ、そんなことも含め、その形だけじゃなくて、いろんな形があると思うんですけど、ついついこうメールするときにね、リアリティってのがあるから、で、私は嘘つくのがいけないんだ、本当が、一番正しい、なんてね、学校の先生みたいなことは、学校の先生ですけどね、私、ある側面で、みたいなこと言いません。別に、いいじゃないですか。あうんの呼吸で、ああ、こいつ嘘ついたんだと思ってても、そこに気遣いがあったり、面白みがあったりすれば、そんでいいわけなんで、あんまり片真面目になるとね、むしろ世の中おっかないですからね。あれがダメ、これは許せない、あれがこれがってなっちゃうと、恐ろしいですから、ゆるく行きたいですよね。と、まあ、そんな中でも結局選ぶのはリアルなものなんですけども、今日最後のお便りとなります。ラジオネーム、小山田海月さん。49歳男性ですね。まあ、ほぼ私と同世代ということになりますけども。リスナー歴は短くないのですが、大概帰宅途中か風呂に iPhone を持ち込んで、など、落ち着いた環境で聞くことがほとんどなく、私も風呂に持ち込むの石鹸だけですよね。石鹸のタオルだけですけども。リスナーとしての深度は正直浅いものです。昭和8年生まれ、5月2日に82歳になるお袋にプレゼントしたくリクエストを依頼申し上げます。秋田県六郷町で生まれたお袋は、若い頃は東京で洋裁の仕事をしたとのことで、天地茂さんの背広を縫ったというのが人生最大の自慢でした。素晴らしい。28か9ぐらいで、岩手県江差市生まれの親父と見合いで結婚してからは、専業主婦になり、東北管内を転勤する親父に付き合い、宮城県石巻市、福島県郡山市、福島県会津若松市、北方市、青森県金木町と回り、親父の定年後は、石巻に建てた家で、10年前に親父が癌で亡くなるまで一緒におりましたが、実は長年のうつ病持ちで、親父の死後は一人で生活を続けるのは苦しくなり、1年半近くの精神科への入院を経て、与野本町の老人ホームに入居してもらいました。その後、数年は、およそ順当に生活していたのですが、一昨年の今頃、誤嚥性肺炎。これは、誤嚥っていうのは、飲み下す筋力がなくなっちゃうんで、食道と普通は、まあね、食道、肺の方に、気道の方に食べ物が入ると5本5本で出ますけど、あれができなくなっちゃうこと、誤嚥っていうわけですけども、誤嚥が続くと肺がこう炎症を起こしますよね。誤嚥性肺炎で一度先行きが怪しくなりました。そこからは持ち直したのですが、続いて昨年春、これまでないような不眠と起死燃料、希望するに死ぬ、そして、念ずるの念に、遠慮の量、起死燃料が出てきて、まあ要するに、眠れない、死にたいと毎日のように電話があり、やむを得ずと思いながら、かかりつけのクリニックの紹介で、クリニックでは入院ができないため、埼玉県内の精神科に入院してもらいました。不眠はなんとか収まり、退院はできたのですが、処方された薬が強かったのか、性器が弱くなり、物を掴むこともほぼできなくなり、ホームに戻ってからも誤嚥性肺炎を繰り返し、口からの飲食は難しいという医師の判断が下り、昨年秋から胃ろうを始め、ホームでの体制とも合わなくなってしまいましたので、入院していた総合病院内の介護病棟に移りました。ここがおそらく最後の居場所になります。精神科に入院する前は、要支援だった介護保険の区分が一気に要介護5にまで上がりました。
今は仕事場のある渋谷から週2回面会に行っています。お袋は多分幸い認知症ではないようなものの、いろいろなものを、いろいろものを忘れていき、天地しげるさんの顔も名前もすっかり忘れてしまいました。4人部屋の同室の方は、胃ろうではなく、警備栄養で、胃ろうってのは胃に直接、栄養、まあ、わかりますよね。警備栄養ってのは鼻からですよね。要するにチューブで栄養を取って生きているということですけども、言葉を発することもほぼないようなので、まだ多少ながら会話ができるお袋は、まだマシとも言えそうなのですが、大きな意味で、いつ何がどうなってもおかしくないのは確かで、今年が会話のできる、もしかしたら人生の最後の誕生日かもしれず、菊池成吉さんという人を、お袋にどう説明すればいいのかと、説明をなさるんですか、説明不要ですよ、もう。いいのかと思ったのですが、何かをあげるなら音楽がいいのではないかと思うに至り、お願い申し上げる次第です。お袋は音楽が好きな方で、多分若い自分に名曲喫茶ででも聞いたのだと思うのですが、都合ネルワイゼン、ボレロなどを今も好んで聞きたがります。乱文で恐縮ですが、よろしくお願いいたしますと。このリアリティですね。まあ私も母親おりまして、海の母親と育ての母親をいるんですけども、海の母親の方が、まあもう、まあ似たね、状況とは申し上げられませんが、まあ、彼女もまあ、そうですね、2007年からですから、かれこれ、ずいぶん経ちますよね。もう、人語も話しませんし、私のことが分かんなくなったという日はもう、当の昔にあるんですけどね。当の昔、5、6年前になってるんですけども、要するに、いつ、今、要するに、あと5年生きるかも、10年生きるかもしれない。まあ、すごいんですよ、うちの袋はもう、パワフルでね。今でも手握ると、いててててって、折れそうになるぐらいの力でこっちを引っ張ったりしてくるんで、まあ、飯もガツガツ食いますし、もう90ですからね。なんですけど、とはいえ、いつ、亡くなってもおかしくない。まあ、私はもうここ数年間、特にこの番組始まってからですね。まあ、常に、いつ、こういう仕事ですから、いつそのお袋が亡くなったということを、まあ別にその黙っててもいいわけですけど、お話しする時が来てもおかしくないと。それがもう来週でもおかしくないし、番組が終わってから、結局その、番組が終わり、とうとうその機会がなかったってことでもおかしくないですし、まあ何でもおかしくないという状態でずっと、過ごしておりますので、もう慣れっこになっちゃってるんですけど、こちら大山田寛月さんはまだまだお気持ちがね、ありますよね、これね、伝わってまいります。真剣に悩みました。どれがいいのか。ツゴイネルワイゼンとボレロっていうのもね、本当にリアリティがありますね。こう、綺麗なメロディーが清潔に流れていく曲が、お好きなんだと思われますね、このお母様ね。何にしようかなと思ってね。まあ、相当CD 棚を、あっち行ってこっち行って、結局これでいいのかな。で、まあ、何度も聞いて、やっぱこれだと思った曲をお送りしたいと思います。番組でも過去紹介したことがあります。ジャズ&オールザットと言ってですね、名前だけ聞くと、なんかアメリカの CD みたいですけど、インドの CD です。インドで大変な資産家がですね、もう、思い残すとかないと。もう、老朽に差し掛かって。思い残すとかないんで、もう山奥に、最後の、人生最後の贅沢させてもらうっちゅうんで、山奥に大変な、土地を持ってますんで、そこにスタジオ建てまして。それで、自分のために演奏してくれる、もう自分と同年配の老人のリタイアした、あるいはセミリタイアした、インドのスタジオミュージシャンたちに、自分の好きな曲、それはインドの音楽じゃなくて、世界中のポップスなんですけど、それを、彼らに演奏してもらう、ま、いわゆるインディアアレンジメントの、西欧のポップスですね。でも本当に演奏も素晴らしいです。やってる人たちは平均80歳超えてるんですね、これね。だから老人だけの演奏なんですけども、まあ、写真なんかもお見せしたいですけども、非常に素晴らしい変わった音楽ですけどね。そういうその、個人が、まあ、亡くなっていくことを目前に、最後の道楽として作ったアルバムですね。そこから、バーモントの月、ムーンライト・イン・バーモント。これも、お母様の年代の方ならご存知の曲だと思うんですが、非常に有名なアメリカの、ジャズポップスの小歌でございます。これを、インド風に
アレンジして演奏しています。とても非常、なんていうかな、天国的っていうかね、まあ、インド人ですから天国っていうよりも、そのなんか、特別なテクニカルタームがある、あの世があるんでしょうけども。まあそこがこう地続きでつながっているようなね。まあ音楽はそういったところをこう、ブリッジオーバーするようなところがありますから。まあそんでこういうような、お便りも来ると思うんですが、ぜひ、お母様に聴かせていただきたいということで、選曲させていただきました。アルバムジャズ&オールザットより、バーモントの月を聴いていただいて、今回の、スペシャルウィークを閉じさせていただきたいと思います。菊池成吉のいきなり夜電波、お相手菊池成吉でした。来週は、あ、来週はなんてことないな。来週からまた、フリースタイルに戻ります。来週は久しぶりに、女子アナさんなんかが来ちゃって、コントなんかしちゃったしますよ、うん。はい。では、来週をお楽しみに。また、金曜の12時にお会いしましょう。それでは、この曲を聴いてお別れしたいと思います。ありがとうございました。